はい、こんばんは、吉田さん、速稼塾の久保でございます。そして動画をご覧の皆様は速稼塾の久保でございます。今回ね、燃える魂をね、呼び起こすためにどんなことをしているかってことなんですけども、これをお話しできると、まあ今まで何回も何回もね、いろんな角度でお話してきましたけども、もう改めてね、ちょっと言葉、表現を変えてお話しましょうか。まずはね、単純なことですけども、私はね、できることをできる限り燃え尽きるまでやってるんですよ。いつもそうです。で、分野によっては私はね、一つしか持ってないものもあります。まあゲージで言ったらワンゲージですよね。ワンゲージしか持ってなかったら、それをできるところまで1個やるわけなんですよ。でも100ゲージあるやつは、 100のボリュームあるやつは100個目までやりますよね。そうするとね、すごく不思議な感覚なんですけども、最後の1個がものになるんですよ。だからね、1000個ぐらいのエネルギーを持ってるとしたら、999個っていうのは大したものにはならないんですよ。最後の1個を出し切った時に、おっ、これはものになったな、突破したな、燃え尽きたなっていうふうに感じますね。だから1しかないなら1を出せ、100あるのなら100を出せ、そうすると100個目がものになるってことなんですよ。で、そこが浅いものっていうのは1個しかなくって、1個で出し切って、そこで今度はね、2個っていうゲージが作れるんですよ。だから実力が上がっていきます。100個出し切ると101個になるんですよ、次は。で、そうやって1000日繰り返すと、最初は1個しかないものが1000日目には1001個になってるんで、実力が上がったなっていうふうに私は感じるんですよね。1万日だったら1万日目までも同じことをやってます。だから1万1個になってるんですよ。ただ差がつくのはそこだけだと思います。私は最初は、多くの方が持ってるほど、多くの方はね、多分ね、平均値30とか40持ってるものなんですよ。で、私は最初から1ぐらいしかない、1とか2しかないんですよ。だから最初の時点では全ての人に負けてると思ってます。これが私の自己否定感です。だからこそ最後まで出し切って、最初は勝てないかもしれない、30日ぐらいは勝てないかもしれないけども、ただ最初から30個40個持ってるやつはそこから動かないんですよ。全然自分を鍛錬してないっていうかね、そこそこで満足しちゃってるんですよ。でも私はですね、どん底から這い上がって、そういう風な最初から30、40持ってるものをぶち抜いて、気がついたら私はね、1000、2000持ってる人間になっていくという風なね、精神力でやっています。余力は残しません。昔から私言いますけども、お財布の中身にね、ビジネスをやってる時はどういう感覚かっていうと、お財布の中身が寝る前に1000円1枚でも残ってたら悔やむようにしてたんですよ。うわ、この1000円をなんでね、商品を買ったり誰かに会うために投資できなかったんだと、今日余力残してしまったじゃないかと、こんなことで明日は余力がもう残ったまんま、使い切らないカードのまんま明日勝負しないといけないのかと、非常に後悔しました。で、それが度を超えてですね、財布の中身が最後の1円まで使い切るには飽き足らず、できるところまで借金をしてしまったのが私の3500万借金の慣れの果てですよ。だからやりすぎるぐらいやりすぎましたね。でも借金3500万行動の限界点まで行った時に分かったことがあります。借金を繰り返しても金持ちにはならないってことですよね。変な言い方ですけども、借金を繰り返しても金持ちにはならないってことなんですよ。お金を使った瞬間、金持ちと同じようにシャンパンボトルを入れました。その時は金持ちと同じようにね。でも私は金持ちにならないんですよ。使い続けていくと、借金だから、人のエネルギーや人の知恵や人の労力を借りて使ってるだけなんですよ。でも本当の金持ちは、自分の知恵とか自分の労力、自分の言葉、自分の商品でそのお金を使ってるんで、もっともっと金持ちになるんですよね。だからそう考えた時に、私はね、借金がピタッとやまったということですよね。で、お金を借りるのとお金を稼ぐのっていうのは、キャッシュフロー的に言ったら同じなんですよ。ですんで私は、返す必要のない商売でお金を得るってことを選んだんですよね。現象は一緒です。お財布の中に30万入るという現象は一緒です。でもその30万を借りてきたのか、それとも自分でビジネスで作ったのか、大きく違います。借りてきた金額っていうのは、お互いにね、今度はね、反目し合う関係になるんですよ。貸した方は返せって思うし、借りた方はなるべく返したくないわけですよ。ね、反目し合います。でもビジネスで得た30万っていうのは、ありがとうございます、このお金を受け取ってくださいっていうふうに30万が振り込まれてきて、そして私は30万以上の価値を提供するために、これを受け取ってくださいっていうふうにサービスを提供しました。両方とも喜び合う関係なんですよね。まあそういうふうにして、燃やし尽くしてきましたね。で、使う、魂を使うっていうのはどういうことかなっていうふうに考えた時にね、私がいつも考えてることがあります。それはね、毎日のように考えてます。それは命のことなんですよ。今日最後の一日だと思って生きなきゃいけないなと。だから余力を残してもしょうがないと思うんですよ。で、死を意識してます。自分の死も意識してますし、
あらゆる周りの人の死を意識するんですよ。例えばね、大切な友人がいるとしまいます。私には友人がね、まあ、いないっていうか少ないんですけども、その友人が今日もしかしたら死んでしまうかもしれない、だったら仲直りしとこうかなって思うんで、私は謝るのが早いんですよ。そして、お父さんやお母さんがいる方に聞いてほしいんですけども、お父さんやお母さんに恩返しができるのは生きてるうちなんですよ。例えば私はですね、一緒に海外旅行行ってみたいなと思って持ちかけたことがあります。最近です、ここ5年ぐらいで。そうするとですね、もう飛行機に乗る体力ないんだよと、狭い飛行機の中乗りたくないんだよって言われました。要するに私は間に合わなかったんですよ。そしてですね、最近は一緒にランチやね、ディナー、グルメを両親と一緒にすることにしてます、うん、でもあんまり食べられないんですよね、両親も。もう胃がちっちゃくなっちゃって、美味しい美味しいって言いながらコースの料理はほとんど残します。ですんで一緒に食事に行っても食べきれないから後食べてって感じで、結局私が2人前食べるようになるんですよ。だから食の方でも間に合わなかったんですよね。だからね、このね、人の死を意識する、死ぬっていうのはパツンといなくなるっていうよりもだんだん弱ることも込みでです。でそう考えていくと出し切っていかないとなと思いますよね。そういうふうに私はね、あらゆる人に感じます。私は昨日子供が生まれましたけども、奥さんはね、最初は私 の会社のアルバイト、もっと先は私の会社のお客さんでした。でそういうところからだん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 やってきて、今はかけがえのない存在になりましたけども、この人が生きてるうちに自分は何ができるかな、もしくは順番で言ったら私の方が先に死ぬから、この人のためにどこまで出し切れるかなっていう勝負の連続ですよね。でそれはね、自分ができる限りのこと、10しか持ってないものは10出し切る、100持ってるものは100全部出し切る、1000あるものは1000全部出し切るっていう勝負で毎日やってます。出し切らないものが少しでも残ったら、体力にしても知恵にしてもお金にしても出し切ってなかったら後悔しますね。ちくしょうと思います。明日は絶対にフルスロットルでいくぜ思います。ですから私は手加減なく、あ、このトランザも欲しいなと思ったらすぐ買うわけですよ。欲しいと思った瞬間に買うわけなんですよ。家が欲しいと思ったらその瞬間に契約しました。1週間もかかってないです。家の内見に来て1週間後にはもう振り込み完了ですからね。もうね、全て決断が早いわけなんですよ。でその決断を鈍らせないために、お金がないみたいなね、そんな小さな事情で決断を鈍らせないために私はお金を作り続けてきたかなっていうところもあります。で逆に言うとですね、私はね、自分に対してものすごく忙しすぎてるのかもしれませんけども、ただ世の中見てみると、なんでここまでのんびり生きていけるのかなと、頑張りますとか言って全然頑張りの度合いがこのぐらいがこの人の頑張るなのかなとかね、本当になんかね、のんびり生きれていいなと思いますよね。私はのんびり生きてますけども、でも勝負は出し切るっていう意味では、魂を燃やすっていう意味では誰よりも燃やしてると思いますよね。何の手加減もなくやり尽くしてると思います。ただそれを人に強要するものではないかなと思いますんで、あんまり人には言いませんけども、私に弟子入りしてきた一部の人間には結構厳しく言いますね。で厳しくやったらやっぱりね、そいつはね、食らいついて結果を出しますね。私はね、だから自分の塾生が儲けましたとか稼ぎましたみたいなことははっきり言って言いたくないんですよ。でそれをネタにして速稼塾の地位を高めようとしてるとか、速稼塾を売り込もうとしてるみたいで、ね、もうなんかね、恥ずかしいんですよね、そういうことやるの。でもまあ今ね、ちょっと何件たまにお話しさせてもらいますけども、その月収の300万程度だったら、それはね、数十人とか私はもうこの5年間で産んでるんで、私のビジネスセンスを人に伝える、ビジネスを人に伝えるセンスは結構私はあるなと思いますよね。言ってみれば、そのもうね、毎年のようにプロダクトローンチかけてくる、まあ某ね、ビジネス YouTuber なんてのは、じゃあ何個ビジネス外してんだと思いますね。はっきり言って私はね、速稼塾1個で十分なんで、でしかも自分で作った速稼塾みたいな、言ってみれば無名なね、小さな塾ですよ。そこに詰め込んだカリキュラムで稼がせるわけですから、本気の人間にはね、うん、でも逆に言うと、あらゆるものをセールスしてほとんどの人が稼がせられない現実を認識してる、そのビジネス YouTuber って何なんだろうなと思うんですよ。これもだからのんびり生きてるなとか本気で生きてないな、言ってみれば無責任なんですよね。自分の人生がそんなに長いわけないんで、で自分がね、エネルギーを込めて活動できるのがいつまでか分かりません。私もいきなり明日ね、この燃え盛る情熱が消えるかもしれないんですよ。なんで燃えてるのか私は分からないんですよね。だからなんで私のね、この精神力が突き上げられて行動に移させているのか、これは私は分かりません。4次元からこんなエネルギーが来てるのかもしれませんし、明日突然奪われるのかもしれません。
いきなり鬱になったりね、いきなり対人恐怖症になったりとかするのかもしれませんね、うん、そう考えると、なんで行動原理っていうのはどこから来るのか分かりません。一言で言うと運なんですよね、きっとね。神様がお前はこれをやれっていうふうにきっと私に運命づけたんだと思います。まあそんな感じでね、魂を燃やすっていうのはどういうことかっていうと、命を意識するに尽きるのかなと思いますけども、いかがでしょうか。そして私はね、日々もうね、出し切って出し切って出し切って生きています。だから人から何かをね求められる前から出し切る、もうねちょっと言葉にはしにくいところなんですけどもね、まあそういうところできっと、もう全くその意識のレベルは私もね認識するし、多くの方が言ってくださるんですけども、まあ、人のね100倍ぐらい、2桁ぐらい違う意識を持ってるんじゃないかなと思いますよね。まあでもその2桁ぐらい違う意識を持っていてもこの程度っていう現実もありますですので、恥ずかしい限りなんですけどもね、本当はもっと私は隠居なんてせずに、もっともっとビジネスをやったりね、投資をガンガンやったりとか、なんですかね、コンテンツとかどんどん売ってね、本当はもっと多くの方を導いていくはずなのかもしれませんけども、私の力量としてはこの程度に収まってるっていうことでございます。はい、では以上でございます。ではまた会いましょう。